両クロスタッフの高木です。おはようございます。今日はね、鮫島大会に来てます。すごいですよね。向こうからずらっとねアングラーが並んでる状況で、いよいよ秋の配信です、ね、で、僕よく使ってるのはこのサイドバイブスコアですね。で、今日はこの D5 というカラー持ってきましたけども、このスコアは、まあ、風が強くても波が高くてもね、結構ラフコンディションでも使えますし、あとは今日みたいにないな状況でレースを見るときなんかでもね、いろいろあるので、ぜひ使ってみてください。使い方簡単なんですよ。まあトータルはですけど、まずはこうして確定したらね、音の感じるまでちょっとこうで、ラインが緩んだときはもう確定ですので、一回加えながらキャッチして、高速リトリーブ。みんなにね、速いねリトリーブがって言われるんですけど、全然こんな距離でもね、こんなスピードでも膨らみ食ってきますので、速く巻くっていうのは楽しいですよね。巻いて釣れるんですよ。僕はね、比較的ロッドソーサーをね入れることが多いんで、どんな風に使ってるのって聞かれると、僕らにねイメージとしてはもうキャンプ力が跳ね立つようなイメージ。アクションさせてます。音のね、さっき見てもらうと分かりやすいんですけど、軽くこう煽るような感じで使ってれば、結構ね、こういうルアーはね跳ね上がってるんですよね。で、このスコアの特徴は立ち上がりにね、ついてる魚を釣るにはもうね、結構強いんですね。バイブレーションっていう特性上、浮き上がりがね、ある程度遅いものですから、ダイレクトに狙うにはこのサイドバイブスコアすごく使いやすいですね。あとキャストね、キャッチ後はすぐにねロッドは落ちてあげるっていうのが一つ重要です。もう開けないと落ちてってボトムにポンってついた瞬間にねアクションさせると、まあ、ルアーを見てたヒラメがリアクションで口を使ってくれるもんですから、必ずねボトムを感じたらすぐにアクションさせる、すごく重要なんですけど、意外とね忘れがちなまあ、こういうことになっているところなので、そこはね、少しね、気を使ってもらうと、かなりね、魚の反応多くなるので、大体いるんだな、さっきですね。現在で使われているサオにもう1本プラスしたらね、
かね、一筋みたいんで必ず変更クラス。変更クラスするとこの糸がね、よく見えます。ラガンだとやっぱね、くらいですから必ずしてください。まずジャスト、まあ特にね、ライブの時はフルキャストしてください。必ず着地ります。ライブがライブで糸が透けたら着地して、今もう着地しました。そしたらですね、糸結を回収して脇にもっと挟んで、そしたら前に進める。で、1点の価値はサインね。で、1、2、3、4、5、進めると3点で飛ばすとか、そしたらまた頭の中に入れてからルアーを使う。じゃないとずっと目で左に上がるんですね。
あります。ルアーズで生活するためにで、今度ね、ジャンカーの方でやります。こちらのね、スポーツは同じです。ファウルに限らずですね、ビッパー、まあ、それぐらいマッチを、例えばね、スピンビームなどもそうなんですけども、そういったですね、